です、今回はこちらテンダージューシーソーセージを食べます。あの私のお母さんの母国の人気ソーセージで、現地の人だったらもうみんな知ってるご当地ソーセージです。チーズが入ってるんですよ。つけれー。で、大きさこんな感じなんですよね。あ、そんなに大きくない。で、色がめっちゃ真っ赤、なんか火星人のチン。うめえ。ということで今から作っていくんですけど、私は準備がいいんで。皮を剥け。え、これ何個あんだろう。3、4本。今火星人たちがうなってるんで、もう少し待ちます。これピント合ってる。うわ、マジこれ、うわー、やべ。あのフィリピンのソーセージは基本的に外パリッとしてないんで、なんか焦げ目がついたりとか、なんかそういうのはあんまりしない民族らしい。美味しそうだな。じゃあ食うか。なんか普通にうまそう。美味しさということで、今日のお供はこちら、パンダシュガーのココナッツタピオカです。今日南国気分なんで、こっちもトロピカルに行っちゃおうかなと思って。なんだろう。え、結局これ何。これ、じゃあいただきます。あーら、おいしい。いや、これ普通に美味しいわ。なんか外の、ん、これなんあれ、なんかこれチーズ入ってないんだけど。タピオカ邪魔なんで。僕の友達ハニーバター。めっちゃ美味しい。どんな味かっていうと、甘くてテカテカしてて、辛くて、あ、いや辛くなくて、待って、これチーズなんじゃない。美味しい。これチーズだ。ちょっと見にくいんですけど、チーズですよこれ。めっちゃ美味しい。焦げ焦げでも、あっしい。うん、むしろこっちの方が美味しいかも。一番これが美味しい。あーら、美味しい。タピオカ邪魔なんで、水分補給 しにくいだろ。このソースめっちゃ好きなんですけど、どんな味かというと、甘くてとってもしっとりしてて、外は今だんだん暗くなってきてる。自分の母国だからこそ気になるんですけど、フィリピンって人気ないよね。あー、悲しい。うん、最高じゃん。おいしい。なんかセブ島に留学とか結構有名ですよね。はい。なんか 3,4 本食べたんですけど、結構お腹いっぱい。まだいけるけど。台湾とか韓国って結構そのインスタ映え的な、なんか見た目がいいやつがウケるじゃないですか、日本人に。フィリピンのこのなんか火星人のチンコみたいな絶対入んないよね。でもおいしい。勝手なイメージだと、そんなに街が綺麗じゃないっていうイメージ。でもめっちゃ綺麗なイメージあるんで、普通に行きたい。うん、今回はフィリピンの大人気ソーセージ食べたんですけど、めちゃめちゃ美味しかったです。な、日本のソーセージと思って食べると結構新しい感覚なんで、ぜひ皆さんも
フィリピンストアとかいろいろ駅の近くとかにあると思うんで買ってみてください。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あとツイッターとインスタグラムと最近 TikTok もバンバン更新してますんで、そちらもフォローお願いします。